CJS をご覧の皆様、こんにちは。神谷宗平です。本日も日本人を考える表裕明先生と共にお送りしていきたいと思います。ごめんなさい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ます前回、あの出雲のお話ということで、はい、あの大国主の話、それから、はい、富士、富士って言ったり、富士って言ったりしますけれども、の関係についてということで聞いてきましたけれども、はい、まあ最近ですね、まあその富士だ、大国主だということ以上に、私たちの周りで、はい、いろんな方がお話しされているのが、 瀬織津姫とこってますあの,その神様とあと、まあ、それ関連して「にぎはやひ」という神様、はいはい、この二人の2八飛車乗っていった方がいいかもしれませんけど、はい、こう神様の、はいえー、話をちょっと表先生なりにどう捉えておられるのかなということをお聞かせていただきたいと思います。 えー、これはちょっと出雲の方とね少し隠して話したいんですけどつな、はいまあ、がってるのはスサノオでつながっています、はい、でスサノオの伝承は当然シュメールからということでスサという王国から来たスサノオの、ね、そこをちょっと頭に入れて頂い,いて、うん、それらでずっと世界王朝を築いてきたというふうに考えてください、はいうん、その世界王朝の中で、えー、それをある程度まで統一できたという時代がにぎはや日なんです、はいうん、これはスサノオの息子です、はいうん、でこの時はおそらく今の,あの年号というか神経図で残ってるのはウガや吹き合図なんです、はい ウガヤフキアイズというのはあの海洋文明なんです。はい、これ航海をした海洋文明で、はい、ウガヤフキアイズという一人の神様がいたのではなくて、あれ72代あるようになるんですね。はい、その中の一番末の方がニギハヤヒであった。そ,ねはい、そのニギハヤヒの方の奥様側、はい、でこれが、えー、スタノーの時からあのこの伝承はあるんですけど、三、えー、艘の船で女性軍団を連れてきた。はい、でこれを、ね、聞いた人はみんなハーレムやと思うんです。<laughs> でこれはもう大奥もそうです。はい、で宮廷も。 まあ宮廷の,その内裏というところに女性がいて、はい、そこで天皇たるものを育てたり、はいうん、すり替えたり、はい、まあいろんなことをやったんですね。<laughs> それが その王朝を作ってきたわけです。はい、女性軍団なんです。うん、で、このね、あのー、調べてみるとですね。え三、ー、艘の船ってますけど、樽新、はい、船っていう八割沈むような船。ノア、はい、の箱舟の時に作られた船そこに貯蔵できるんです。いっぱい、はい、いろんなものが。で、それで、やってくる。大体一艘の船に千人乗れる。はい、ね、大航海ですよね。三、はい、艘ということは三千人なんです。 3,000人の女性軍団を連れてきて、はい、そんなん全部嫁さんにできへんわけで、はい、この女性軍団が何が言ったかというと後の,その大奥という近世ではつながっていくもの、はい、ここで全て将軍家もしくは天皇家何々という時代のことそういうものを作ることができる、はい、でこの「清律姫」というのもこれは日本語で考えるのか僕は「セオリーを律する」っていうふうにね、はいはい、言っていておそらくあのー「 教育係、はい、ということを、あの、兼ねた、その女性軍団。で、もう一つはね。今ちょうど、またこのセオリー説明って言っている時に、ワンダーウーマンとか、はい、アマゾネスの話が出てきて。はい、アマゾネスの、今ワンダーウーマンなんかは、あの、あれデ、ディズ、ニーのね。はい、変えたようなやつは、全部そうなんですけど、神話から来てるんです。はい、ね、美女と野獣も、後頭天皇の伝承から来てるんです。はい、みんな知らんのです、それはね。なん、はいはい、か、そう考えると、あの、ワンダーウーマンというのは、アマゾネスの話の、はい、いわゆる神が。 残した女性いわゆる末っ子の話ですねうん、うん、でこれが実は男同士の兄弟は誰が出世したのどうのこうの揉める、うんはい、今でもイスラムとユダヤ教は揉めと、はい、兄弟やけど、うん、それなんでかっていうと,もう些細な,ことなんです、うん、その中に割って入って「あんたが何言ってるのよと」と、ね「筋はここでしょ」って言えるのが、はい、実はそれは妹やったり。うん ね、するわけで,、はい、で、そういうことをできた軍団が成立姫軍団やったというふうに僕は聞いてます。はいうん、で、その中で成立姫というのを何をやってきたのかというと、おそらくその、あのー、すべての。 軍事的なもの、その用意の取りまとめ。だからえっと大本営は実は女性やったと。最近のあの一番最初にねあのこの間正月版で言いましたけど土土のえ犬という年は女性性の質ですよ。で女性っていうのは実はお人やかで、実は誰よりもあの本当に強いんです。でその何で強いかというと子供を産めるでしょ。男性は無理です。ねおそらく失神すると思います。だからそれはやっぱり女性に課せられた強さでも我慢が。 できる、はい、その中で男性が戦い戦って華々しくも散っても女性軍団が守っていくから実は我々の今の王朝は続いてきたと、はい、でそう続けるための王朝の重要なシステムがその女性軍団の成立命王朝やったというふうに僕は理解してるんです、はい、だから逃げ合いの時に佐オができえなかった、えー、領土を伸ばしたっていうのは、まあ、僕が知ってるのは尾張というところまで,、はい、でそこから先は蝦夷だったんですね北方から入ってきてる民族がいたから。うん ねはい、だからそれは終わりから、えっと、シュメールから終わりまでの飛び地を持っていたとい,うという世界王朝の時にその台所内部のことをやったのがその成立姫王朝であった、はい、今そこがないがしろにされているからそれはアマテラスとかに変わっていってるんですよ、うんうん、全部。はいね、で、えー、成立姫というのは僕はもうこれだいぶ調べたんですけど、はい、あの実は成立姫という名大和なでしこの源流になります。ここ、はい、この成立姫ととといいうう軍団こそが重要やということをあの 残していくためににぎはやひの一頭、にぎはやひを祭っているのは例えば天部氏これは今の天皇家より古いって言われてますそれは神社長で言うたらあかんて言うてるから前の宮司の天部さんは当然古いやないかと印部もそうです三木さんね三木さんとかも当然天皇家より古いねとそんな家があるいうことですね。というと今の天皇家言うてるんですが王朝よりまだ前のとこの筋屋て言うてるんです氏 という天橋立で待って、これ元伊勢ですよね。伊勢ここから持ってたんですよね。じゃ、そこで待っている神様は、まあ、皆さんご存知かもしれませんけど。帆明かりっていうのは、かりっていうのは、にぎはやひのことなんです。ね。で、石切神社で待ってのも、にぎはやひなんです。で、ここは神社長に属していません。東はね怒られるから。ね。で、そんなこともあって、にぎはやひのところ、だ、嫁さん方は書いてない。ところが、あの、石切神社にも祀られている、音立花姫ということですか。うん、これは、あの、まあ、調べてくださいね。また、皆さんね、これ。 調べらられますかこれはえっとその海が荒れた時になんとかその統制を成功させてやるなんて帰れないからということで海に身を投げた代わりにそして海の竜神を沈めたというお姫様が乙橘姫という穂積氏いわゆるにぎわい日の一頭の一族の姫神なんですそれはもう一番にも祀られてる海の実を投げたろにね一式にも祀られてるんですが東の語源ですよね。 扱えで、そこをよく知ってますね。で、そこのそれの源流になったのが実はあのセウリツメ王朝。で、このセウリツメ王朝の言い伝えを忘れさせないためにそこにわざわざヒロインを作ったという。で、そういう風な流れがあって、あの山本奈雪にはそういうことなんです。で、そこがあの実は菅野が今まではなんか勇猛果敢に強かったとね、その菅野嫁さんは守ってもってたけど、逆バージョンがあるんです。 とということで、うん、成立姫のことは大和なぜしこの源流であると、はいでまあ、いわゆる女性軍団であったということを分かっていただくとこれが資料に分かす、はい、だからずっと後悔をしてくるときに台所を仕切ったり子供の世話を仕切ったりとかした軍団が3層ぐらいついてきたということですそ、はい、それがあったからその 世を長く続けられれたとと、うん、といいうううことですね,でねそれを復活させようという、まあ、時代も、えー、土の絵、えー、犬の時に来ますから、はい、ぴったりセ売り詰めの時代に今来てる、うん、みんながなんとなく口々に背売り詰めを言い出してる、うんうん、だからこれが山なでしこの源流であることを分かっておいてほしい、はい、それとそれがどこで祀られてるかということも,もうだいぶ突き止めたんですけども、はい、それは穂積氏がもともと祀ってたものが、はい、今は穂積は小積って言ってます。はい ねはい、それはあの何回も追いやられて、はい、木津川を下って、はい、佐渡に流されたことがある、えー、その時に必ず帰ってくるということを歌で、うん、和歌で3つぐらい残していくんです。はい、その時にに船をを与えられずに木を積んでいっ だから帰ってきた時にはもう穂積と名取らずに小積と名取った、はい、その関係者僕もあの仲間にいますけど、まあ、そんなことがあってですね、えー、非常にそのにぎはやしの一族の中の,あのせ <laughs> 成立名とのつながりっていうのは消されてて、はい、で今どこに残ってるかというとこれは一説にあるのは春日大社と平岡神社にある春日四神、はい、これは吉田神社にもあります。春日四神の中であの一番 残っていると言われている。あの姫神、はい、ね。この姫神は名前がないんです。うん、何のこっちゃ分かれへんのですね、はい。雨の小屋のね。祝詞を作った神様のえっと嫁さんやって言うてるんですけど、はい、普通名前あるでしょ。うん、名前ないんです。うん、で、春日大社の人でも聞いても分かれへんのです。はい、これが実はその。はい 性より罪やということが言われているんです。これが分かってくると非常に面白い話で、名前は消しても神様は消せない語るからね。ということでこれからまた浮上してくるというふうな話にまなってきます。ちょうどですからその女性神ですから、あのアマテラスにね置き換えたりして、まあある意味カバーしているとかですね。まあ他の仏教系のあの神様に置き換えているとか、はいいろんな話が今あるので、そうです。名前はね消したいし、今言うとあの前最近言ったように富一族は えー、換気店にかぶしてみたりとか、はい、でも祭れるようにしてるんですね。はい まあ、そういうことが行われてきたけど、もうこれからは、もうそういうの全部出していってあげましょうよと。うん、そうすると、もっとクリアになると。うん、というふうに我々は、修行者は思っています。まあ、本当に今、女性の時代って言われてまして、あの、今さっきね、そういう女性の団が来て、うん、やっぱりその、多くじゃないけれども、うんはい、政治を取り仕切ってたと。で、おそらくその長いって平安時代ぐらいまでは、ずっと残ってたと思うんですよね。そうですよ。内裏があった。はい、内裏であった。本当はだから、これも恐れ多いことですけれども、はい、天皇家の中で、本来は、ウバが育てたり、あの、 母親と違うものたちが育ててですねやっぱりどうしても自分たち親は甘くなってしまうということもあるのでそうやったけれども今はなんとなくこのご退位と言われてますけどご退位される陛下もですねその時からはテニスコートの恋になって一般家庭と同じような家庭システムになっているということが実は昔と違ってきてそれまでは大体やっぱり内があるんですそこで全部決められるはい でそれ秘密裏に行われてるみたいな嫌や,やから言うこともあったんでしょうけど、はい、でも実はそれが優れたたシステムだったんですね。まあ、やっぱりね開かれた皇室って一見あの聞こえはいいですけど<う>やっぱり、えー、そういうね特殊なリーダーですから特殊な教育を受けさせて でこうついてきたんだろうなっていうのもわかりますし歴史がそれを生んだんやからね、うん、だからここはね難しいとこですよそんなものそれ自由じゃないというかもしれへんけれどもやっぱりこれは天皇という、うん、羊に生まれた方々は仕方がないこともありますからね、はいうん、まあこれからどのように古典も取り入れながら新しいのと接中していくかの難しいところです、はい 私だから今日本において必要なのは意識、まあ、改革大学とか意識改革ドットコムとかってねちょっと名前も書いてこの CG 図も流してるんですけれども女性の意識改革だなと思っていて、うん、どっちかっていうともちろんあのそれこそあの犬年の話でありましたけれども男性をね支えたりサポートしてくれる面もあればでも逆に女性が主導的にもっと表に出てやっていく時代も来てるんだろうなと。 私は思っていていですね逆にそういうのがしやすいような環境を我々男性もねこうサポートしていくそう,、ね、そういうことが今求められているんじゃないかなと私はなんか直感的にそんな感じもしてるで代ですよだから男性も女性性を発揮しないといけない時代やけれども、はいはい、僕は思うのはその男性と同じことをするのであっては女性じゃないのでだからあんまり強くビジネスパートナーみたいに生きると、うん、結構女性の方がピリピリしてきて不調和を起こしてくる、うん、そうじゃなくて女性には優れた母性があるからね。はい うん、子どものためとかいろんな家庭のためには、はい、ものすごく我慢をすることができるこれの強さはすすごいですよ、はい、だそういうことが発揮されないと、うん、あの男性と戦うような状況になると、はい、これはまた女性生だ男性生やからそれは争う必要はない、はい、だからそういうようなことが形になってくると、うん、必ずその母親のところに みんな帰るんですねお母さんって言って髪型、はい、と交代は死んでいった、うん、だからこれお父さんと言わないと、はい、ここが重要なとこやということは女性の方はよく、はい、そこへやっぱりおばあちゃんがいるから正月帰るというとこはね、はい 結構あります。ね。そういう風なやっぱりエリアを作っていくというか集落を作っていくということが女性のね宿命なんです。防衛なんです。ここはもう一度女性の方々にしっかり考えていただいて、女性の強さは母性にあるということを本当に自覚していただいて実践していただくと我々もどうせ女性のから生まれてきてそこへ帰っていくんやからね。なんかそういうような形の女性が増えてくれると我々も生きやすいかなというふうにまあ思っております。はい。ありがとうございます。まあセオリー一面からね。はい。こう女性の活躍という話になりましたけれども。 まあ本当に時代の転換点だということで,そ,で、ね、まあそれを象徴するように今皆さんが「瀬尾律姫」という神様をもう一回ね探求しておられるのかなというふうに思いますので、はい、まあ皆さんそれぞれいろんな解釈表先生じゃない方の解釈を私、はいろいろ聞いてますのでいいんですよどれが絶対ということはないのでそういったこともあるのかなと思いながらまあ今回の表先生のお話、はい、え受け止めていただければなというふうに思います。ありがとうございました。